¡Sancho! ¡Mata a ese monstruo! ¡Me mata a ese otro! ¡Waka Tori o Taira! ¡Y un chico Saicho! ¡Osoria de Taira! ¡Mastado no más! ¡Se diste un mío! ¡Showa su serie! ¡Showa su serie! ¡Segu un tempo! ¡Waka lo chupa! ¡Mizuka la inocio! しばらく現世には戻ってこないか。さすれば
わらわとお主たちでここを壊せばいいのじゃな。川島よし子と同じこと言ってる。ん、何やらネズミの匂いがするの。まあ、良いか。小太郎、今宵は楽しい夜になりそうじゃな。仰せの通り。万能の神、デーモンよ、わらわの欲望を満たしたまえ。異教徒に死によって大いに死ぬ。しばし休戦だ。私とお前たちに同じ利害が存在する。我らは恩苗、表と裏、あれら異教の者どもには理解できまい。お前を信用することはできない。信用など必要あるまい。我らに必要なのは呪いの力のみ。我は昭和の陰陽師集団魔界少女拳、棟梁平良、配下を全て失うことは魔界少女拳は滅せぬ。平良陽、どうも。あの者がついに蘇られた。我らの長きにわたる悲願は成就される。はは。お前もそろそろ平将門の末裔の仮面を捨て元の姿に戻るがよい。それは、我はまだマラハリシーナマハライシ名戦闘戦、マラハリシーナマハライシ名戦闘戦、マラハリシーナマハライシ名戦闘戦。タイラ、いや、悪老よ、我が式神として再び仕えてもらおう。マラハリシーナムハライシーナセントス。悪老よ、お前には阿部の生命を倒す役目が残っている。あの者は我らとの関係を見抜いておるかもしれん。しかし、あの者を倒さねば最後の一つが手に入る。悪老、再びお前の力を解き放ってくれよ。はっ。ギノーマン、ギノーマン、魔界はガラシア式黒魔術、滝夜叉と藤原の住友式魔界水、そして阿部の生命とお市の方の同盟に五芒星群の三つの萌えとなって、この三つの勢力は現在暗黙しておるゆえ魔界の秩序が保たれておる。わかるよ、魔界三分の二だね。さあよ。しかしどことの勢力が拡大し、その力が増せば必然的に残る二つが手を組み、魔界は二分される。それは今回アークローは魔界連闘会を試みた。今回の連闘会は戦う者以外何人となりとも戦いに参加でき、必然的に勝敗が決することとなる。最も勝利を収めた者に浅木の血が与えられ、新たな人型を戦力として手に入れることになる。あの気持ちは新しい人型を。さよ、あの者は悲しい定めのもと存在しているのだ。この連闘会で3つの勢力に乱れが生じよう。それが悪老の狙い。悪老は何を狙っているの。あの者は中立な立場などではない。式神風情が横島な考え、
まずは今宵の成り行き見守ってくれよ。ギゴム。何？お前にはいずれ大きな働きをしてもらうことになろう。わかった。何でもやるよ。うん。何でもか。期待しておるさ。Yeah!
前回の魔界の念頭会、五芒星軍、黒魔術軍、魔界水軍の戦いは、五芒星軍の高房が勝ったものの、ガラシャに戦いを挑んだため、その価値を失った。最後に、ガラシャの影さんを戦ったよ。結局どっちが勝ったの？勝敗は分からない。アサギの血は黒魔術軍が手に入れる。アサギを？連闘会の目的はアサギの血を得ることじゃ。アサギの血を得れば新しい人型が手に入る。黒魔術軍に新しい人型が加わる。そうなの？ガラシャもタキヤシャもこの間の戦いで今宵は魔界に現れることできぬ。しかしガラシャは手を打っておいた。あの者の知略、恐るべき者が。いずれにせよ、今宵の魔界連闘会は激しいものになるであろう。昨日も。何？今後、お前の危機を救う者をつけてやる。いでい。地獄の獄卒、馬頭と申す。現世では人の命を管理しておる。お前に何かあった時、この者がお前を救ってくれるであろう。Bye!
Thank you.
らっしゃい。よろしゃあや。まだ目覚めましたぞ。私はあなたを許さぬ。Thank you.
字幕を解いて力を発揮するとはさすが六天魔王の血を引く者。まずは貴様らの命預けておこう。何を言うてんだお前らは負けたくせに。あんな高野やばそうかもしれぬな。ならば一旦引いて体勢を整えるまで。そうはさせねえぞそれはどうかな。サイゾーサイゾお一の方様よろしゅうございますか。扉を開く。そんなことをして大丈夫なのか。神楽坂自らにもそれなりの痛手はあるだろうが、これも魔界の秩序を守るため仕方ない。禁じ手ではあるが、ドーマン様の許しも得ておる。ほう、アサギを使うか。アサギはガラシャの手に落ちている。今我らにできることは魔界の霊力の均衡を保つ。俺が手伝ってやろう。
魔界は冥界の谷ある。魔界そのもので冥界を覆うか。もはや我らを無視することはできん。三軍にも思い知らされ俺の役割は私だ。約束を果たすか。一家の年お前もまた魔界の困りしかすぎる。いよいよ我らの時代がやってこよう。もはや裁くことはないか、レムラ。いや、三好、義経。この魔界の異変はもはや止めることはできん。
わしらの力でもどうすることもできん。できんのであれば、いっそ魔界そのものを制することにしたんだ。まだ安定しておらぬな。邪魔して貴様らの指図は受けうま。わらを誰と思うてか。神よ神よ戻ってき始めておるではないか。私をどうしようというのです。なに、どうということはない。我らに力を持つ。力を。お前よりはすなわち我らこれ以上黒魔術軍の勢力が大きくなるとも困るかな。すでに魔界と冥界の一体化が始まっている。蓋ではなく冥界の血が開けておる。冥界の血。この魔界は本来無限の空間じゃ。しかし冥界には地上と同じように土地がある。その支配権が分かれておる。この魔界だけがその支配権が及んでおらんのじゃ。つまりこの魔界を制すれば冥界で一定の勢力が築けるということ。魔界を制すること、冥界を制すること。そのようなこと、私には関係ありません。関係あろうがなかろうが、お前は我らと共に戦うことになる。ありえません。Thank you.
葵の力は見せたはず。葵がおる限り、まさかのは真の力を発揮することはできる。移動丸を消滅するときはその力を消える。我らが望むのは対等なる同盟じゃ。そしてわしに冥界への扉の鍵を渡せ。Thank you.